やあ、よく来たね。さあ、この遠い椅子に座っておくれ。そうだね。お前の髪は以前と変わらず美しいな。違いない。ああ、これかい？これは、こももにもらったんだが。うん、そう。お前の知らない人だけれどね。いや、フランス人のお客からもらったオーデコロンらしいんだが、香りがきつすぎて嫌だと言ってね、ひょいと放り投げるようにくれたんだよ。確かにいささか強い香りだから、遊び半分にほんの少しお湯に垂らしてみたんだ。そしたらちょうどいい具合になったようだね。うん。
うん、なんだい？どうしたんだい？いきなり。この香りが気に入らなかったのかい？お前の気持ちもよくわかる。きっと不潔だと思っているのだろうね。けれど僕はあの場所に行くのをやめることはできない。もしそうしてしまったらきっと一日で息苦しい気持ちになってしまうよ。お前はまだ子供だからわからないだろうね。僕はね、女性が恋しいんだよ。お前も知っている通り、僕はあのお母様の実の子供じゃない。幼い頃から自分が愛されていないことは分かっていた。僕が愛情を求めたのは、僕を育ててくれる周囲の女中たちだった。僕は、僕に優しくしてくれる婦人は、皆好きになったよ。僕はね、女性に愛されたいんだよ。優しく柔らかい女性に、包み込まれていたいんだ。そういう時間が僕には必要なんだよ。まがいものでもいいんだよ。その瞬間だけ僕を騙してくれればいい。そりゃ本物の愛があればいいけれどね。そんなものどこにもないだろう。僕もお前を愛しているよ。でもお前の愛と僕の求めている愛はきっと違うんだよ。加害の女たちがくれる愛と同じものはお前は僕に与えられないよ。そうじゃないよ。それじゃあお前は僕を慰めてくれるの？あの女たちのように僕の求める愛情をお前が与えてくれるというの？Thank you.
そうか。お前は本当に可愛い妹だね。急にあそこへ通うのをやめることはできないけれど、お前の気持ちはよくわかったから努力はしてみるよ。ああ。ああ。そうだね。約束しよう。可愛い妹のために。ああ、姫様。どうなさったんですか？え？ああ、2階のお部屋から見ていらしたのか。記者です。朝日新聞の。姫様は何も気になさらないでください。くだらないことですよ。
姫様、安心してください。何度来ても俺が追い返してやりますから、この家の敷居をまたがせやしませんよ。はい、姫様、もちろんです。姫様、奥方様のお部屋へ参られるのですか？今お客様がいらっしゃっています。お話し中のようですので。あら、おひいさん。覚えていてくださったので、嬉しいわ。私は茂子様のお友達ですもの。当たり前のことよ。それよりもね、少しお話ししませんこと。そうよ、せっかくこうしてお会いできたんですもの。可愛らしいお嬢さんとお話しするのは私の何よりの楽しみなの。はい、かしこまりました。お前はここのカレーかしら？はい、藤田と申します。偉人の血が入っているのね。はい、父は英国の人間です。なるほどね、大した美情婦だこと。さぞかしなんでもないわ、おひいさん。さあ、行きましょう。本当はもっと早くに来たかったんだけれど、息子が熱を出していたの。すぐに熱を出すんだもの。もう10歳になったっていうのに、女中に任せておけばいいのに。父がうるさいもんだから。ええ、そうよ。
30歳の時に産んだの。ずっと気をつけていたんだけど、一人くらい産めと言われて仕方なく作ったの。ゾッとする体験だったわ。あなたも子供なんか産まない方がいいわよ。